ネッツトヨタ広島プレゼンツ地域の宝物を発掘するプロジェクト、ネッツトヨタ広島祇園店。サービスエンジニア上田さんのおすすめは、とっても楽に移動できる電動車椅子の取り扱いを始めました。私でも乗れるかな。そりゃ大丈夫でしょう。レバーを動かすと、ほらこんなに簡単に操作できるよ。しかも手を離すと止まるの。ほんまじゃ。今日ランチ何にしよっか。栄養バランスの取れた料理があるらしいよ。おお、じゃあそこにしよっか。あ、ここだここだ。 RDK キッチンプラス、気になるね。行こう行こう、こんにちは。わあ、中も可愛いね。ねえ、あ、なんか落ち着けそうだね。あ、ちょっとこれ見て。今日のお昼ご飯が雑穀米、お汁、主菜、小鉢、豆皿。確かに栄養バランスがいいね。今日の主菜なんだろう。じゃーん。おお、美味しそう。これがお盆昼ご飯。めちゃくちゃ美味しそうじゃん。この雑穀米が14穀米なんだって。あとね、この小鉢なんだけど、白菜とえのきの豆乳明太、素材の味を生かすために調味料あんまり使ってないんだって。あ、嬉しいね。これはかぼちゃ？そう、揚げてあって香ばしさが感じられる工夫がしてあるので、このメインなんだけど、豚肉の中華天ぷら、下味にオイスターソースと生姜とニンニクとごま油で漬けてあって、玉ねぎの黒酢あんがかかってるの。これはいいね。うわ、美味しそう。どう？すごいふわっとしてて、でもすっごいジューシー。で、俺のがカレーなんだけど、グリーンカレーで誰でも食べやすいように豆乳がベースで作られてるんだって。珍しいね。ね。で、ご飯が雑穀米で、このルーの中見て、ゴロッと入った鶏肉、もう食べ応えあるよ。すごい豪華だね。ね。体にも優しいし、リピートしたくなるね。絶対また来ようね。ネッツトヨタ広島で宝物をゲット。 RDK キッチンプラスのカップデリ2個セット引き換え券など、朝南区エリアの豪華プレゼント。さらに2月18日19日ネッツトヨタ広島クレ店でクレエリアのいいものが集まったイベントを開催する予定です。イベントの詳細や応募方法はネッツトヨタ広島のホームページをご覧ください。